ごきげんよう。高齢者起爆剤講演家の宮崎文隆です。今日は2023年の11月の21日火曜日です。今日は藤井聡太の名言というねの本の中からお送りしたいと思います。著者は桑原、これは照屋さんですね。桑原照屋さんが書かれた本であります。今日はその中の第3話、藤井聡太の名言第3話を言ってみたいと思います。名人を目指すのではなく、名人を超えてみせろ。これは藤井聡太のいる時代の中から引用されております。祖父母によって将棋を始め、将棋が大好きになった藤井聡太が本格的に将棋を習い始めたのは5歳になった年の12月から、通うようになった文元子ども将棋教室です。自宅から5分という近くにあったことも幸いしました。近いところあったんですね。5分ですからね。教室を開いていたのは、文元力夫で、仕事の傍ら2000年頃から子ども向けの将棋教室を自宅で開いていました。プロ棋士ではありませんが、将棋に強い情熱を注いできた人物で、週1回3時間教えて4000円の月謝で、子どもたちが互いに切磋琢磨できる場を作ることに力を注いでいました。いいとこありましたね。近くにまだ幼稚園に通っていた聡太は、文元の目にはぷっくりして赤いほっぺ、パッと見て女の子と間違えそうなくらい可愛らしい感じに映ったといいます。文元の指導方針は、1、将棋の定石を覚える、2、詰将棋を解く、3、子供同士で対局するというものでしたが、その意図について文元は、将棋に不可欠な3要素です、定石や詰将棋など地味で嫌がられることを克服することで基礎の土台ができるのですと話しています。聡太は熱心に教室に通うだけでなく、年に3回行われる1泊2日の合宿にも参加、プリントの詰将棋を解いたり、リーグ戦形式の早指し対局をこなします。教室に通い始めた時、聡太は20級からスタートしますが、わずか1年で4級まで大幅にアップします。子供にとって1級ずつでも昇級するのは大変な喜びであり、もっと頑張ろうというモチベーションにもつながります。とはいえ、聡太の昇級スピードは凄まじく、教室の未だに破られぬ最速記録であり、文元はすぐに大変な能力を持った子供だと気づきます。それは同じ教室で学んだ子供たちも気づいたことで、ずっと将棋盤を見つめ自分の世界に入っている様子の聡太の圧倒的な集中力はすごかったと田畑秀人は振り返っています。聡太の才能に気づいた文元ですが、自分から生徒にプロを目指せと勧めたことはないと言います。理由は、地元で負け知らずの天才少年でさえプロになるためには血を吐くような努力が必要なことを知っていたからです。しかし、小学校1年生で初段になった聡太は、教室を巣立って東海研修会に入会、小学校4年生の夏、奨励会入りを目指すことになります。母親と一緒に挨拶に来た聡太に文元はこう言います。名人を目指すのではなく、名人を超えてみせろ。この言葉は聡太に強い印象を残し、後に聡太は名人を超えたいと宣言します。今日のワンポイント、遥か高みを目指してこそ大きく成長できるというね、そうですね。もう今、藤井聡太八冠を持っております。そしてこの間 JT 杯の早指しも優勝しました。いや、今向かうところ敵なしというのが、藤井聡太さんの現在であります。今日は第3話、藤井聡太の名言、名人を目指すのではなく、名人を超えてみせろって、すごいです。この時からすごい高みを目指していますね。志は高いところにあるのがいいと言いますが、すごいですね。まあ、子供ですが解けそうです。でも高齢者になってもやっぱり目指すところは高みをまだ目指して、志は常に高く高くしていくことが、高齢者、
光り輝く高齢者になる秘訣だろうと思います。この藤井聡太さんの名言を見ながら、高齢者も負けてはおられないという感じを持っています。ミヤチャンネルもよろしくお願いしたいと思います。登録今頑張っております。2000登録目指して今頑張っているところであります。ごきげんよう。